世紀の一戦のゴングが鳴りました。世界でもトップレベルの選手たちですからね、いろんなことを見せると思うんですね、パワー面、そしてスピード面、そしてタイミング面。まあ、飯田さん、はい、長谷川の方がプレッシャーをかけていますね。そうですね、なかなかクリーンヒットないラウンドになるかもしれないですね。長谷川の左です。調子がいいみたいですね、はい、今までは脱水症状の影響か、トップボディ長谷川、リングに上がると足がつるような状態になっていたそうですが、今回は水を飲みながら減量をしました。ポジションで打ってきますからね、はい、左を振ってきます。この左ですね、飯田さん。そうですね、このフック、アッパー、左どんどん、使えますからね。前の手が上手ですからね、モンティエルは。モンティエルは世界戦が19打目のヒット、長谷川のヒット、今の会場いいですよ。いいクリーンヒットが入りました。ここまでの長谷川は初挑戦の相手に対しまして1ラウンドビッグパンチの挨拶代わり、こういったのがありました。浜田さん、それで主導権を握ってきました、ただですね、このモンティエルはですね、はい、長谷川が打ってくるであろうというのは予想してますからね、一手が長谷川ということで慎重になっているところあるんですね、はい、あと大きく左を振っていきました長谷川です。飯田さん、何かこう誘っている部分ありませんか、長谷川チャンピオン。いや、誘っているのもありますけど、お互いがもうこれでもか、これでもかという、お誘いの左です。左ボディから右、日本武道館が沸きました。長谷川はちょっと笑みを浮かべました。当たってはいませんけど、この姿勢はいいですよ。はい、モンテレを右で誘うような仕草、なんというレベルの高い第1ラウンドでしょう。第1の一戦は第2ラウンドを迎えました。黒いトランクスが WBC チャンピオンの長谷川、11度目の防衛戦、センチ、数センチ単位でこれ足使ってるんですね、はい、長谷川チャンピオン。長谷川1センチずつこう詰めていく感じですね。とてもいつも以上に足細かく使ってますよ、はい、鈴木さん、はい、長谷川サイドですよね。長谷川、山下会長、何かですね、を出せばカウンターが飛んでくる、または、モンテルの左フックですね、振ってくるの分かってるから今出せないんですよね。フェイントの掛け合い、左を振っていきましたモンティエル。あいた、あ、右を打って右足を前に、持っていって、もう一つ、ね、またトリッキーな、トリッキーに誘っていきます。右を伸ばしていくチャンピオン。モンティエルはメキシコ、強豪メキシコ、ナイスワンツーです。いいですね、3回級制覇はメキシコでも7人、大きいのタイミングよくということじゃなくてですね、はい、だんだん右を崩していきました。ですよね、長谷川の方は細かく速いパンチでパンチ見えてますよね、当てに行ってますね、はい、これでいいですよ。長谷川はモンティエルのパンチを見えています。今左ラッパー回避、チャンピオンがボディを狙っています。ボディを狙って顔面です。さあ打ち合いです。怖いですね。ですね、はい、崩していってそこからやればいいんですけどね。あっ、左か右、はい、あ、右、大きな右、空を切りました。第2ラウンド終了です。目でようやく WBC タイトルへの挑戦のチャンスをつかんだモンティエルです。第3ラウンドに入ります。何が大切になってきますか、序盤。やはりとにかくもう隙を作らないことですね。速い動き、足の動きも、左のボディから最後の連打、そうですね、打ち合う距離はもう今みたいな速い連打で、すぐ打ち終わったら離れ、激しすぎた状態で、おっとおっとおっと、今右をフェイントでアッパーを持ってきました、フェルナンド・モンティエル。この辺りは高度なテクニックです。今まで全部長谷川が頭を下げて避けてたのを見切って頭を下げるだろうとして、あー、やっちゃった、やっちゃった、ナイスカウンター、入った左、これは届きません、この左は届きません。うまく避けましたね、避けましたね、モンティエル。さっきのフック、おっと、モンティエルの顔がちょっと赤くなってきましたよ。長谷川のパンチが当たっているようです。そして長谷川は、そうですね、脇腹あたりが真っ赤になってますね。ということはフェルナンド・モンティエルのボディーブローが当たっている、サイドボディー当たっているということです。さあ、誘ってきた、あえてどんどん揺さぶる、揺さぶり入れて相手のリズムを崩せばいいね。長谷川は左下にそっちへ、ナイスワンツー、強い相手とやっとうが楽しいというこの長谷川。飯田さん、しかしリスクは高いですもんね。ですね、まあ、状態が柔らかいんで今は下を狙っていってボディに当てましたね、長谷川チャンピオン。おー、またアッパーしてきました、左にアッパーをかわしました、チャンピオン見切っています。第3ラウンド終了、 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ。飯田さん、モンティエルはどうでしょう、フットワークちょっと止まり気味のような気もします。右サイドに行って打つところなんかはやっぱり、はい、セコンドシーズン、今
今のところモンティエルがこう前に出てくるときにそれより速いスピードで長谷川が下がるか、もしくは一緒にこれですね、距離を潰すパッとくっついちゃう、両方うまく使い分けてやってるんで、モンティエルがもうなかなか今は足を使って下がった、これでパンチが出ないんですよね、モンティエルの方が出ると思いますね。モンティエルの方はモンティエルもインテリジェンスの、俺のインテリジェンスを見てくれと、俺は科学者のように戦ってやるということを言っていましたが、今は長谷川の方が上回っているようです。序盤戦です、第4ラウンド。 WBC ルールでは第4ラウンドが終わった後に採点を公開します。どのような採点になっているんでしょうか。右を伸ばしていきました。ペースはですね、長谷川ペースに向いてますよね。そうですか、はい、先に行っているのがチャンピオンの長谷川です。完全ではないですけどね、これをじわりじわりもっと持っていけばいいんですから。大きく左を振っていきました、チャンピオンの長谷川。左のフック、残り10秒です、第4ラウンド。左のフック、さあ、矢先だったと思うんですけどね、それで一発撃って、それはまあ持ちこたえられるでしょうと、2-3っていきましたからね、この2発目が効きましたね。効きましたね。そしてロープに、手が絡まってクリンチができない状態がいろんな面で運があったですね。小林は受け合いが望むところです。おっと、まずどうだ、おっと効いた、今のライトはすごいパンチですよ、チャンピオンの。小林についてはアルゲリオと戦って小林がボディーブローで倒れた試合、それをフィルムで見てよく研究。ああ、痛い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 、立てそうもない、立てそうもない、立てそうもない、立てそうもありません。どうか、カウントは、カウントはどうか、立てそうもない。これ危ないな、これは危ない、危ないでしょ、これはもうダメでしょ、これはどうと無理。今のパンチ、ものすごい左に行ってしまった、ものすごい左に行ってしまった。セブンです、エイト、ハリー・ギブス対戦、やらせるか、どうもダメでしょう、もうこれは無理です、これは無理です、これは無理ですね、カウントしますね、一応。小林は完全に目が後ろ、ダメですね、ものすごい左フックが決まりました、完全に目が後ろです。チャンピオンのゴベス、2度目の防衛なる。バンタム級の世界でご覧いただきました。その後、フェザーのチャンピオンになったオリバラ氏にこのアルゲロが挑戦したんです。ショートパンチの打ち合いです。右のショートアッパー、これが最後フィニッシュになりました。天才ぶりと言いますか、はい、優しいバランスです。このレイカムスというのは今聞きましたね、はい、いい感じだ、いい感じ、いい感じです。ボディ顔面連打方面、そういうチャンピオンでしてね、はい、アポロ吉尾から、フィリピンで東洋タイトル取った、はい、なかなかいい選手なんです。ああ、これでギブアップですね。右のストレートを振りましたが、あれもあれから思い切った攻撃を見せます。そうですね、思い切りがいいです。パンチを出すときに右のストレート詰めていく、ショートアッパー左ですね。ああ、この後はめった打ちというあたりは、まあ、世界でも層の厚い高ファイターが揃っています。アルゲロ一発を終わっております。今日のこれまでのレオンの動きである右バーター第6クショートフック、鋭かった敵になってきました。アルゲロの攻撃、これはどうか、左のフック、左アッパー、アビリン左に当たりました。
今一発右のストレート、左右の連打攻撃、チャレンジャーエリゾンの打ち合いになった、右ストレート、左右のストレートが強烈、綺麗にピンポイントを外しています。チャンピオンワンツー、ジェレカビ右のストレートが驚きました。足を詰まってましたからね、狙いつました右、さあ詰めに入っちゃった、とボディです、ボディに決まりましたか、ボディですね。さあこれはもう立っていますが、エリゾンダーが下がり込んだと聞いてるんですよ。あのボディに着力してはクラウンなんかでもかなりいいパンチ、はい、アルゲロが食ってますね。左のジャンジャンというのは左ストレートですね。はい、入ります、ヒーローストレート、コンビネーション、アルゲロがだいぶ詰めていきます、点を狙っています、あの目右のストレート、ガニガニが追い詰められてなかなかこう動きが取れないですね、小さくフェイントかけていってますね、小さくフェイントかけてプレッシャーかけて、はい、出させるように気持ちとしてこう右ストレート入れてますね、やっと追い詰めていきます、追い詰める、どうぞ、ボディ叩いておいて2ストレートですね、もう立てないです、立てません、アンテッドアウト、むしろ悪い予想をたくさん書いてくれた新聞記者に投手を全くするということでお礼を言いたいと言っておりましたが、また小林がしきりにセコンド陣に言っていたことは、私のこのガードが下がったらすぐ注意を与えてくれということ、ワンツー、左よく伸びます、また左を対応した、あ、首が当たった、危ない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 、